はい、続いてですね、今度雲を作っていきます。なんかね、今だとなんか一応地球っぽいなというか地球儀みたいな感じですよね。なんかちょっと普通に玉が地球のなんかこんなような形ができちゃったなっていう感じなんですけども、これにね、あの雲をつけるとだいぶ変わってきます。じゃあ一回ですね、この、はい、地球のやつを複製します。2つ作りまして、はい、錯覚設定なんですけども、まずここの全部のねレイヤー、これをね全部なしにしましょう。要はただのね、こんなような感じで、はい、丸になります。でこれもまあちょっとイルミネーション白にしちゃって、まあ丸をね普通にこの大きさで作ってあげるといった形になります。で雲の方なんですけども、こちらの方ですね、ちょっと見ていただきたいんですが、はい、クラウドっていうのがあります。はい、これね今どうなってるかっていうと、白と黒でまあ塗りつぶされてるようなもんなんですけども、ここまあ白色の部分だけ使いたいわけですよね。つまり雲の部分だけ欲しいということで、この黒の部分はいらないよと、そうした場合にはですね、一回雲の方をねこんなような形で、はい、ここでねアンマルトと引いてください。はい、そうすると、はい、明度からのアルファっていうのがあります。これを当ててあげるとちょうどこの2つが割り当てられる形になるんですが、はい、ここでちょっと見ていただくと、あ、分かりにくいなこれが、透明の中に雲があるんですよ。こうやって要は黒い部分が消えましたよっていう、まあ、1つの、ね、コンポジションを作ってあげて、これを1個のものとします。はい、今作ったやつをですね、ちょうどこちらの方で持ってきまして、同じようにレイヤーね、テクスチャーと同じように持ってきます。そして隠します。さあここで今地球さっき複製したやつなんですけども、ちょっとこれ雲にしましょう。雲っていう風に変えちゃいまして、はい、ここからですねディフューズレイヤーとして雲最適化、さっきアンマルトかけたやつですね、これと、はい、バンプの方ですね、こんなような形で2つ出ます。はい、そうするとですね、こんな形で、雲ができました。はい、雲の設定なんですけども、今は全体にね雲がかかってるような形になってます。まあ極端な話、光が本当はね あるところにしか、まあ、まあ見えなくないとおかしいんですよね。でこの設定なんですけども、こちらのイルミネーションオプションっていうのをね開いていただきます。ここからシャドウのライトっていうのがあるんですけども、はい、こちらの方の設定をいじってあげます。シャドウのライトですね、はい、これをですねちょうど上げていきます。上げていくとこんな感じで隠れますよね。つまり太陽が見えてる方向だけ、見せてくださいみたいな形になってます。まあ全部やっちゃうとね、ほんといかにもって感じなんですが、ちょっと分かりやすくこういう風な形に設定しましょう。あと太陽のね、太陽じゃないや、雲のちょっとこういっぱいありすぎるなって場合にはオパシティ、これをねちょっと下げてあげると、少しはね雲のこう量の多さみたいな、それをね調整することができたりします。さあ雲の方ね、まず一重でかけたんですけども、もう一個ね雲をねこう複製して増やしてあげましょう。はい、この場合ですね、雲が二重にかかっているような状態になります。で上にかかっている雲に対して500のところ少しね浮かせてあげたいんで、503とかに設定しましょう。はい、ちょっとしか変わらないんで分かんないと思うんですけども、雲が二重に重なって、なんか立体的になったかなっていう感じがします。そこでですね、今度はこの上の雲の方に、はい、エフェクトのですね色合い、はい、これをですねちょっと適用しましょう。はい、このような形にします。で色合いの方はあの色を整えるという形で、これねちょっと分かりにくいんですけども、こういうことなんですよね。今こうなってますけど、ホワイトをマップを黒にしちゃいます。そうするとねこう分かんないと思うんですけども、はい、アルファで見るとこんなような形で確認することができるわけです。はい、で続いてですね、こちらの方からブラーのガウス、はい、ブラーですね、ガウスあたりをかけてあげますと、これをね少しねこうなじませてあげるみたいな感じにします。でブラーのガウス、まあ200ぐらいかけちゃっていいかな、もう本当になんとなくわかるなっていう形でこれで合成します。そうするとまあ雲に立体感っていうかね、あの先ほどだと白っぽくていかにもって感じだったんですが、少しこう立体感が加わったような形になります。